なかなか人生でないですから、とても大事だと思いますよ。そっちの方が難しい。なんて言ってみたり。本気でなんか泣けてきそうになる、もう冒頭からやばい。新宿2丁目、ゆまチャンネル、されたれさあ、今回はですね、以前、はい、ゲイバー紹介で出ていただきました、新宿2丁目のゲイバー、メローさんの、ケイコママにお越しいただきました。よろしくお願いします。まあ、お越しいただきましたというか、メローさんに私がお邪魔させていただいてるんですけども、いらっしゃいませ。ありがとうございます。今日はですね、まあ、ケイコは、こうやってお仕事的にゲイバーもやりながら、はい、なんと、プライベートでも、彼氏さんがいらっしゃってですね、それなんと彼氏と、今年はい。2021年、はい。お付き合いし始めて、10周年だそうです。はい。10年。すごい。はい、10年愛よ、はい、10年愛なあ、もう、ね、率直にどんな感じなの、10年一緒の人とずっとおるって。やっぱりなんかいい意味で家族みたいになりますよね。大事な、とても大事なものになりますよね、はい。そうですね、ゲイのほら何ですか、ゲイのこの色恋沙汰では、はい、時としてこう家族みたいになっちゃったんだよねっていうのがちょっとマイナスにこうときめきがなくなったみたいな、マイナス面がよく見られることがあるんだけど、いえいえいえ、家族みたいになること多分もうなかなか人生でないですから、とても大事だと思いますよ。そっちの方が難しい。なんて言ってみたり。本気でなんか泣けてきそうになる、もう冒頭がやばい。これもう正直普通のゲイバーの営業者あんま言えないやつだよ。そういう一面を見せていただいたら、見せる方はアナザーサイド、そうそうそう、もう大変嬉しいと思いますが、もう冒頭から突き刺さりですね。まあそんなですね、ゲイゴちゃんの今日は10年続くカップルの、まあ続く秘訣というか、まあ今までのエピソードを踏まえてね、ちょっとお伺いしていきたいなと思うんですが、たかが、なんていうの、10年といえども、はい、すごいよ、年月で数えたら、時間でしたら、ね、10年はさすがに自分でもびっくりしました。10年続いてんのみたいな、自分でもびっくりしますね。あっという間だったので、10年経つかと思って、さすがにこう何かが10年続いたことって、例えばもう習い事とかね、仕事とかに関しても、私一個もないんで、10年続いたものって人生で結構大切だなって思います、僕も今までここまで生きてきて、恋愛続いたの、僕、あなた10年ずっと言ってますけど、僕恋愛続いたの最高半年ですからね。おおじゃないわよ。もうね、なんか10年っていうのが心にずしずしにくるんですけど、けどやっぱ続いたんだもん、それなりに、やっぱそれここにまで来るまでにね、2人にとって努力もいろいろあったやろうし、まあ、なんでこの10年2人は続いてると思います。まあいろんなカップルあるからね、はいはい、結婚とこはってことよ。そうですね、うん、相手を気遣う気持ちは大事かなと。もう、はい、分かってんの、脳で分かってんのよ。私ももう気遣いたいの、誰かを。難しいとこですよね、うん、はい、やっぱ日頃から相手に接するときにコミュニケーション上で優しさとか気遣いは心がけてる。でもやっぱどうしてもできなくなっちゃう瞬間があるっていうのはやっぱ人間だし、そうだよ。しかもこう一緒にいなければ、例えばこう長く付き合ってても住まいは別々で、もう週に1回とか2週間に1回とか会うっていうカップルさんだと、やっぱりこう自分のコンディションをそこに持ってっていい気持ちで会おうできると思うんですけど、一緒に住んでるカップルはそうはいかないですよね。自分のいい時悪い時があるから、だからそこの、だからもうね、機嫌悪いんでしょとか言って言われたりしたら、うんって言っちゃう、もう強がらずに。ああ、うん、なるほど。なんでそんなバチバチ怒ってるのって言われて、うん、でその相手のせいじゃなくても相手の言うことにイライラしちゃったりするんだけど、そうでしょうね。でそうすると相手がもうどうせ仕事のことでイライラしてるから八つ当たりでしょとか言って、八つ当たりしないでって言うから、もう、うん、八つ当たりっつって八つ当たりですっつって、もうその時の自分を正直に言っちゃうさらけ出すんだ。はい、もう出しちゃいますね。隠せませんから、もう同じとこにいるから。そっか、彼はそれを受け止めてくれるでしょ、うん、
やったやった何そういう時はもうお互い触れないです。八つ当たりだからもう触らないでみたいな感じだって、うん、あはいはいはいみたいな、お互い別のこと、まあ、特にさ、うちはお酒飲む仕事だからやっぱりね、お酒飲んで帰った時とかもあるってことでしょ。そう、やっぱりね、あのお酒飲む同士だったっていうのが結構いいとこもあって、あ相手も彼氏さんも、はい、そうか、はい、お酒好きやもんね。相手もお酒大好きなんで。そうだ、最近ちょっと私たちやっぱこれだから一緒に入れるのかなって思うエピソードが最近もうほんとつい1週間前ぐらいにあって。リサでホットなエピソードいいよ、聞かせてよ。私なんかすごく お酒をねたくさん飲んで帰ってしまって好きやもんね、はい、うん、でしたらもう記憶がなくて、どうやって帰ってきたのか、どうやって寝たのか、あれ あったっけ相手にみたいな。でも相手はほら朝から仕事行くんで、でいなかった。私目覚めたらもう 何のことか全然わかんない。頭痛い、二日酔いだし、で家のこうと扉引き戸がこう外れてたりとか、あと私が記憶のないお弁当とかスープとかいっぱいコンビニとかで買うの、コンビニでもなんか食べる、それまた酔っ払って私買ってきたんだと思って、で、まあ、その辺までだったらよかったんだけど、なんかちょっとシンクがこうシンクのこうゴミをキャッチする網が下にあるじゃないですか、三角コーナーみたいな。そうそうそういうやつ、うん、まあ、そういうのがこうが裏返しになってて、結構こう、まあちょっと汚い感じだった。私やばい、うん、記憶、ほんとこんな記憶ないの珍しいけど、私もしかしてここで吐いたと思って、飲んでたし、やっちゃったと思って、うん、全然ほんとにもう1ミリも覚えてなくて、これはまずいぞと、帰ってきたらあいつ怒るぞと、ただでさえ泥酔して帰ってきて怒ってるだろうに、これはやばいと思って、だったし、夕方にその間帰ってくるまでに、もうめっちゃ綺麗にしたのもう、もうなんていうの、吐いた、キッチンハイターとかして、はいはい、匂いとかも全く出ないように綺麗に掃除したんだ。何もなかったかのように、外れた扉も直し、もう何でもないって顔して、うん、しれってこう帰ってきた時、なんかテレビとか見せたの、そしたら相手も意外と機嫌よく、普通に普通の機嫌怒ってるかなって思ったんだけど、普通の感じで帰ってきたから、あれ怒ってない、優しいとか思ったの、優しい、私の気持ち分かってくれたのかしらと思って、でもなんか気になるか、一応なんかごめんねっていう気持ちで、なんか排水口さとか言って言ったら、俺が吐いたんだけど掃除してくれたんだねみたいになって誰が吐いてた、あっちが吐いたんかいと思ってお前かっつって、じゃあ掃除するんじゃなかったと思って、同じようなことを やってる、やったんじゃないかと思ってるってことそうそうそうお互いなんか自分かなって思っちゃうから、似た者同士なとこもあるんだ。やっぱ似た者同士なところ、そういうとこありますね。このあのよくあります、私もだからこうガンガン営業、お仕事してた頃なんかも、週末でバーって飲んで、こうこれから出勤しなきゃいけないのに、うんうん、もうちょっとトイレから出れないみたいになってて、苦しいとか言ってたら、あっちもなんか会社の飲み会かなんかで帰ってきて、もう帰ってきて早々、もう洗面所ドーンみたいな、もう同じ家の2カ所で2人お釜が入ってるなんてどんな絵よと思って、でも私苦しいねって書き上げれば、やっぱ私これだから付き合ってられるんだなと思ってお互いなんか分かるの辛いよねとか言って、なんだかんだ素敵なラブラブなエピソードですよね。そうですねって言ってますよ。この幸せなゲロに対してじゃないですよ。私この2人のね幸せなエピソードについて今聞いててね吐きそうです。すごい、このエピソードについて幸せな話に吐きそうです私。ねえ、すごい素敵。やっぱ一緒に10年おって住んだりしたら、はい、よくあるやん、男女のご夫婦とかも似てくるっていうや、食べ物も一緒やしって。そうですね、最初と違ってやっぱお互いのことが分かり合えるから、はい、似てくるのかな。なんか似てくる部分もある気がしますよね。あ、やっぱそう。ただやっぱもともと持ってる性質は全く逆なんですよね。やっぱちゃうでしょ、うん、でやっぱ人間ってみんな違うから、こう、うん、自分の縁があってこう重なり合うところがちょっとあるじゃないですか、うん、ある。そのこの似てる部分がどこでなるかが大事なんじゃないかなみたいな。それがあんたらは芸吐くとこやってるなんか嫌だけど、なんかそこってなって嫌だけど、あの普段はでも全然真逆な性格なんですよ。動物園に一回行ったことがあってなんで私の顔見て動物って言うんですかなんか嫌ですねこの人、うん、動物園行った時があって、うん、それもライオンの檻があって、その時にたまたま幼稚園の遠足かなんかがあってね、そこも幼稚園児が群がってたんですよ、はい、わーライオンだーって、うん、もうそこはあの私の彼氏は何にも考えずにそこにうわーって入ってって、うん、すごいみたいな、
で私も幼稚園の子たちいるからほら私たち行ったらちょっと悪いんじゃないなと思ってそっと遠くで見てるんだけど、うん、まっちゃんもう振り向いて、うん、おいで早く早くみたいな、うんうん、すごい私も保護者と一緒にそこから私も彼は知ってるんですけど、やりそうな感じしますよね。で、麻薬なんですよ、うん、私、本当にそういう面では。そういうのも許せるんでしょ？いや、すごいなと思う。もう才能だと思ってますもん。私、自分の人生にそれが私のいい面でもあり、悪い面でもあると思うの。そういう時、いけないっていう。そうか、そうか、そういうことか。あっち、何も考えてないです。いいけど、あなたもやっぱいい人間なんでしょ、そうやって許せるというかね。いや、まあ、正直、そういう姿見て、すごい可愛いなと思いますよ。そこでつい行くと思って。そうだよね。私もいつもライオンとして生きてるんだけどね。吠えまくって日頃からサバイバーって言われて。怖いんじゃないですか。やめや。さらっていうこの人が怖いでしょ。他なんかエピソードとかあります？あとなんかね、一緒に行ってやっぱりお客さんからもこう競馬やっててお客さんからもいろんなこう話聞かせてもらうんだけど、うん、そういう時やっぱね一つ思うのが、うん、こうアプリとか何でもいいんですけど、うん、どんな出会いでもいいんですけど、うん、会って、うん、行けますかもうつまり自分が恋愛対象になりますかっていう、うん、このちょっとなんていうの ノックみたいなさ、はい、お互いこう駆け引きするわけですよ、うん、この人私の方が好きかな最初ねどうかなって言って、はい、で、あ、違ったじゃあいいや見たくなっちゃうもちろんそれ分かるんですけど私もね一番最初に彼と出会った時には正直その体で言ったら私ねいいやって感じだダメだったんでダメっていうか興味なかったんです。え、最初そうなの？興味なかった。見た目がタイプとかじゃなかった？なかったですね、はい、別に嫌じゃないですよ嫌いじゃないですよ普通何でもなかったで私これがまた私も特殊でこうね、うん、それこそ当時ユーマさんと一緒にお店で働かせていただいてたので一緒にお店のスタッフだったので、うん、そうするとこうお客さんとして遊びに来てくださるんですよ。その彼来てたよね。はい。そうすると、うん、こう例えば自分のプライベートな時間を割いてお話しませんかって言われたら、うん、あごめんなさい予定あるんですっていうまだその段階だとしてもなるほどバーでこうお話するといろんな面が見えてきますよね。その人もでそうやっていっぱい話していくうちにいつの間にかこう今日は来ないのかなみたいなあれ今日水曜日じゃない来ないのかなみたいなそれさ店で一緒に働いててバイトでお互いやってたやん、はい、その時に彼が来てた時はけど彼はやっぱ敬語に気持ちがあったんでしょその時から。あでもなんかその本人に言わせると、うん、いやただただ楽しくて飲んでたと。まあ、きっかけは多少 なきにしもあらずだったとしても、うん、こうお店の中の人とそういうのはないと、うん、例えば可愛いと思ってても本気で付き合いたいとかまでは考えてない。なるほど。っていうじゃあお互いまあお客さん、はい、お互いというかお客さんと、はい、お店の人とっていう立場が違えども、はい、なんか会う回数とかがゆっくりこうやってお互いなんか違っていってっていうかそこから仲良くなっていたの。そうですね。だんだん話していって、うん、だんだん好きになっていったって感じだったんで。だから最初の印象とかで決めつけたらあかんねんや。ちょっとだけもったいないかなって気がしますね。もちろん最初の印象が合っててそのままどうにもいかない部分の方が多分もしかしたら多いのかもしれないですけど。私けどいい勉強だ。それかもしれへん。いやでも本当にねちょっともったいないなって思ったんですね。今の子たちってなんかやそんな決めつけはないんだけど、はい、ゆっくり時間をかけるのはとても大事だと思います。わかりました。すぐに付き合うの付き合わないのとか好きなの嫌いなのっていうのを特にこのね試すようなことをしては絶対にダメ。なるほど。グレーな時この人好きなのかな私はちょっと気があるかもしれないこの人も気があったらいいなぐらいのグレーな時が一番楽しいですから。はい先生わかりました。もう偉そうにごめんなさい。もう恋愛マスターじゃん圭吾先生。全然だっていいのよ10年続いてるんですもん。じゃあそれがあるんだ実績があるんだから半年なんだもんね生きてきて、半年は、はい、半年なんだろうこの付き合うカウント、はい、例えばさほら正直1週間とかいう人もいるわけじゃないですか、はい、そうするとさ1週間はカウントしないみたいな、はい、そういうのいろいろあるじゃないですか付き合った人数、1週間はカウントしないなんですって。
はい、それだから半年は完登しないとかの人がいたら、ゆうこさんゼロ人。いや今聞いてどう思ったんですよ。腹があるかなと思ったんですよ。やめよ。そんなことないよね。半年は、半年は生きてきてまだ誰でも使うのないの。半年は完登しましょう。お願いします。他何かあるんですか。何ですかね。あとその流れで言うと、うん、やっぱりこう私の立場がお店っていう、お店っていうかその水商売のスタッフっていう、うんうん、ちょっと相手に心配をかけちゃいがちな立場だったっていうのもいいかもしれないですね。あ、そうすると日頃芸の人とも出会いが多いし、そうすると相手に心配させないにしようって振る舞うんですよね。だから必ず、お店が終わったら今終わったよ、でこれからちょっと飲みに行くよとか、お客さんと飲みに行くよとか、まあその時ゆうまさんとね一緒に働いてからゆうまさんと飲みに行くよとか言ったりとか、はい、今でも仕事が終わったら必ず LINE します。それもずっと続けてます。あ、でそれでね、それでいたって例えばすごく酔っ払ったりとか、お客さんとそうもうこうしてる流れでちょっともうとにかく一旦閉めてどっか飲み行こうなんて言っちゃったら、連絡できないわけだから、うん、やろうと思ってもできない時が来るわけだから、はい、やれる時はやっときましょうって感じなんですよ。なるべく相手に心配かけないようにしようかな。もうすごい幸せなポエピソード。僕こんな話恥ずかしい。いやいやいや、恥ずかしくないですよ。こっち聞いてるのはすごく勉強にほどよなりますしね。もう同時にね、やっぱり、ね、頭痛くなってきてね、もうゲー吐きそうですまた。もうこの本当にせっかくなんでもう一つあのゲロ吐きそう。何よまだあなたに。私ね、こうなんか立って今ねこのゆうまさんとのこれがあって、はい、立っていろんなことを思い出してみたんですよ。どんなことがあったかな二人の間10年にと思って、その時にパッと思い出した光景があって、なんかある日ね2人でこう電車乗ってたんですよ、うん、で意外とまた私は結構譲るタイプ、座っていいよって、あ席があったら座んない、私に立ってていいからっていうタイプなんだけど、あっちはもうすぐ座るタイプなんですよ、うん、私の彼氏は、うん、相手にじゃあ座ろうみたいな、うん、でここ私立って彼氏座ってってなってたんですけど、うん、もうこれ出会ったばっかの頃ですね、付き合い始めたばっかの頃に、うん、まあこう座ってて、で私も反対側空いたから、うん、ちょっと混んでて、うん、でもチャンスとかで座っちゃったの、うん、でまあ間に人もいて、うん、そしたらね、ある時向かいの彼がパッて目覚めたの、うん、そしたらね、すっごいびっくりして、私がいないから目の前に、でいなくてバッと立って、なんかもうこんな私なんか何のテレビっていうぐらいオーバーなリアクションを取ったのね、うん、私もうそうやって見ててもういるよと思って、でも人がいるから見つかんなくて、うん、で、まあちょっとしばらくして開いたってなって、うん、わーみたいな、大丈夫だよみたいな合図したんだけど、うん、もうその顔がね、ちょっともう印象的すぎて、私この人のことを悲しませることはやめようと思いました。悲しませたくない。だから、うん、本当親お母さんを探す子供みたいな感じだったのかな。なんか迷子になったみたいな。あんなにびっくりするかなと思って、あこんなに私がいなくなってそんな顔されちゃうんだと思うと、あじゃあもう私あなたの見えるところにいつもいるわと思いました。なんか最近ちょっと韓国ドラマ見てるからちょっとエモーショナルなんだけど。やけど素敵な。ちょっと思い出しちゃいましたね。ことなんか、いやー今日は本当にもうなんか大丈夫ですよ。もちろんです。勉強になりました。大丈夫ですよね。もうお腹いっぱいになってきまして。まだあるんですか。もういいですよ。もう今日もうこれ以上キャパオーバーです私。けどすごい勉強になった。ありがとう。もう人のことを考えてゆっくり時間をかけて、はい、ないいかな、相手のことを知っていくというのが長く続く、長く続けたいには最初からペースをゆったりと持つっていうのが。ゆったり大事ですね。はい、ということでございまして、こうやってメロさんはゲイゴママ10年続く、まあ、カップル、ゲイカップルもそういった生活のこともこうやってねお店に来たら聞けますし、いろいろ恋愛に関しても勉強になると思いますので、ぜひともメロさんの方にも足を運んでいただけたらなと思います。本当今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。ゲイゴママ出ていただきました。いいねボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。以上、新宿2丁目ゆうまチャンネルでした。ありがとうございました。それぞれ。